覚醒死でちゃんと前の車を見て走っている時の方が怖いんですよ。スリープ現象、スリープガンで全体を見ている時の方がはるかに安全なわけ、ね、はい、こんにちは。あ、こんばんかな。78歳スーパーツヤジジイ成田明でございます。今日も頑張っていきましょう。はい、今日はね、スリープ健康法、スリープと名がついても捻挫するスリープではありません、スリープガン、スリープな目で見る健康法、スリープで 目で見てるとね、スリープの目で見てると脳の省エネになりますっていう話でございます。じゃあ、前回と同じような感じになりますけど、一応ね、スリープの中のね、スリープ現象っていうのはどういうことかをちょっとね、初めに言っときます。人間のスリープ現象、これは人にどのようなメリットがあるのか、なぜそんな機能が備わっているのか、まずは次の3つのことが考えられる。1つ、エネルギーの節約。2つ目、ストレス回避装置。3つ目、危機を回避する安全装置。前回はね、エネルギーの節約とストレス回避装置を言いましたんで、3番目のね、危機を回避する安全装置についてお話をいたします。危機を回避する安全装置、さて、前に述べた2項はペタンとした平面的な外界を見る以外の脳活動はオフにしてあると言ったが、そこには実に巧妙なシステムが組み込まれているのだ。最低限のエネルギーで外界を見ているのだが、その視界に自分の予測にないもの、奇異に感じられるもの、突発的なもの、要は自分にとって危険なものが現れると間髪入れず即覚醒死に切り替わる。覚醒死っていうのは覚醒の目ね、覚醒眼に切り替わるのだって、ね、全く即だ、すぐだ、タイムラグなんてない。危険になったら脳は即その能力を全開にする。スリープガンっていうのは危機を回避する安全装置であるっていうところを、これをね、分かりやすくこう実験をね、ここで分かりやすい実験をここでご披露しましょう。わしはね、車が大好きで当然いろんなところに行く。実は車の運転中、このスリープを大いに使っているね。車の運転中にこの、スリープガンを大いに使っている。車運転中にだよね、スリープじゃないからね、言っとくけどね、コンピューターでいうスリープとかね、ああいう方面のスリープね。都内のね、運転でもスリープになったり視覚死になったり、それは特に都内では目まぐるしくオンオフしている。それは自動的にであるね。都内運転している時にスリープ運転をしたり、何かに注意があった時にはその注意にパッていくね。注意を向けた時は覚醒死なんですよね。それから何の注意もなく、ぼーっとして、ぼーっとって言ったらね、語弊があるけど、全体を見て運転している時はスリープ現象に基づいた運転をしております。一方、高速を使って長距離を淡々と走っている時はほとんどスリープ状態で運転しているのだ。皆さんは、そう、そんな、そりゃ危険じゃないのと思われるだろうね。高速道路をね、走っている時にね、そのスリープ現象、スリープガンで走ってるっていうことは、注意散漫っていうかな、注意を向けてない走り方っていうことになりますよね。いわば禅における禅定状態で走っているわけですよね。 無の境地っていうか、何にも関心がない、ただただ単に前を見ているだけね、っていう感じで走ってるんですよね。実はね、高速道を淡々と走っている時はね、スリープ状態、スリープガンで走っております。それでスリープガンで高速道路を走っている状態っていうのは、そのね、この窓に見えてる外の景色全体をね、全体をこうぼーっとしながらっていうかね、全体をなんていうかね、変な言い方だけど、全体を見ながら走ってるんですよね。うん、ね、全体を見ながら、淡々と全体を見ながら走ってる。で、その時に
突然ねこっちから車がピュッと来たらね、その瞬間にスリープの目が覚醒眼になるんですね。覚醒の目にねパッとなるんですよ。先ほどまでスリープの目で全体をぼーっと見てたのが、なんかちょっと変なのがちょっと出てくるとパッとね、ここに覚醒した脳、覚醒した目で見ることになるんですね。でその時点でスリープ眼が覚醒眼に変わった瞬間なんですよね。さてね、例えばの話、じゃあね、前に走ってる車、高速道路で走ってる時にね、前に走ってる車をね、覚醒眼でじーっと見てたとします。あの車は何だろうな、なんて書いてあるんだろうな、あの会社は何て書いてあるんだろうなと思いながらね、会社のそのエンブレムのところをね見ながらね、何て書いてるんだろうなって、その集中して走ってる時、その時はね、実はね、その車以外のとこはね見てないんですよ。怖いでしょ。そっちの方がうんと怖いんですよ。その車に集中して見ている時は、集中って言わなくてもね、その車に関心があってそこに見て覚醒眼で見ている時は、その車以外のところにはほとんど見てないんですよ。ね。ということは、車で前の車をずっと見ながら走っていた時に、どっかからね他の車がピュッと入ってきた時は、もうねすでに遅しですよ。ね。だってこっちじっと見てて、こっちに気づくのがもう見えてないんだからね。でグーッと来た時に初めてここでパッと気がついてガーッとなるんだよね。ね。だから覚醒視でちゃんと前の車を見て走っている時の方が怖いんですよ。スリープ現象、スリープガンで全体を見ている時の方がはるかに安全なわけ。ね。先ほどこっちから車が来たとかね、こっちあの自転車かなんかフラーッと来たとかね、また山の中でね突然鹿が上から降りてきたとかね、そういう時はスリープガンの方がかえって安全なんですよ。ね。例えばこっち側に、自転車がいるなと思いながら自転車に注意して覚醒視で自転車を見ながら運転したとしますよね、こっち側にね。そしたらこの自転車以外のこっちはねほとんど見えてないんですよ。そういう時にこっちから鹿が降りてきたら、もう鹿なんか見えないから、もう鹿が参ったらハンドル切るもない、そのままガーンとぶつかっちゃうんですね。だから運転中高速道路走ってる時はスリープの目で、ほとんどの人はねその目で走ってると思います、私は。ね。そのスリープの目か、覚醒の目か、その切り替わるところをね、知らないだけだと思うんですよね。だから、いわゆるね、脇見運転っていうのは、ここで言うね、覚醒眼、覚醒視の状態の時が、脇見運転と言うんだと私は思っております。ね。脇見運転。脇見運転ってね、脇をこうやって見て運転してるわけじゃないんだよね。まあこれも脇見運転って言うけどね、私が言う脇見運転って、前を見てても覚醒視の状態で見るっていうことね。だから車の窓のこちら側に、まあ、例えばね自転車でこうスカートひらひらさせてる女性がいたら、おおおって言ってね、そこに目行きますよね、こうやってね。そこに目を行っている時は、実はこっち何も見てないんですよね。これを脇見運転と言います。だからまあね、できるだけ脇見運転しないようにするには、こちらに出てきたものに注意を向けながら行くけれど、すぐにパッとねこっちのスリープの方にも切り替えながら、パッパッパッとやるしかないね。実は私はできるんですけどね。さあ今日はね、多分ね、ちょっと言い方がね、ちょっとスリープっていうね、名称を使ってるから誤解を受けるかもしれませんが、いわゆるスリープの目、スリープガン、スリープガンで運転せよ。車を運転するときはスリープガンで運転しなさいということであります。スリープガンっていうのは、スリープ、眠たい目で運転するっていうことじゃないよ。ね。
全体を見ながら運転しなさいっていうこと。見ながらっていうのもね、ちょっと語弊があるんだよね。ね、全体を見ながらっていうのもおかしなもんでさ、なんて言ったらいいのかな、これな、言葉がないな。まあしょうがない。全体をね、全体を、スリープガンを使って運転しなさいということであります。次はね、またね、これがまたスリープのガン、スリープガンは深く、どん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 深くなりますんで、次の回に譲っていきます。はい、皆さん元気でいきましょう。ご視聴ありがとうございました。3回目に続きます。 V 金攻め。